おなじみスターバックスです。おしゃれな新しいドリンクを頼んでみました。ブラウンシュガーオーツ、何だブラウンシュガーブラウンシュガーオーツシーフィンエスプレッソっていうめっちゃ名前が長いおしゃれなやつです。たまには違うやつも頼んだらいいよね。かわいい。お土産にね、かわいいね。もう一切店内飲食が禁止になりまして、カナダ、バンクーバーはもうオンラインのオーダーか、もう椅子も全部撤去ですね。でバルコニーは飲み食いしていいんだけど、まあ厳しいですね今。結局家族としか今外で飲食ができることが認められてないので、一つ屋根の下の人だから、友達とかと外で座って飲んでっていうのができなくなってるんよね。厳しいですねコロナがね。だからね、もう街中がね、もう今日は祝日イースターの月曜日なんだけど、なんかお店が誰もおらんというか開いてないみたいな、ひっそりと静まり返ってますね。レストランの人は営業が大変やと思いますね。掃除は楽やけどな、店内飲食しないから。 Oh, thank you. なんか分からんおしゃれなドリンクを頼みました。ちょっと飲んでみる？マスク取って。はい、いただきます。甘くて美味しいです。あ、そんなに甘くないな。
オートミルクを今回頼んだんだけど、普通の牛乳じゃなくてね、美味しい。はい、それではまた。